仕上げ和夫です。三方よし、ご存知ですか？売り手よし、買い手よし、世間よし、やっぱり裏がねとツボですよね。萩生近いんです。裏がね議員です。統一教会でもあります。裏がねとツボですからバッチリです。その一方で、シャケが八王子のために頑張ります。八王子のために力を尽くします。直近では小池都知事の補佐として、その経験をこれからのしっかり頑張ります。小池百合から都知事選挙がやばいからどうにかしろと言われたんです。早速東京都の52の市町村、その首長から出馬要請があったと嘘を仕組んだのです。これは公職選挙法の違反ですから命がけです。小池百合と萩生二人の機嫌を取りながらやっていきます。ああ、